夜間とアイドル。そして3つ目がおしゃべり。はい、もともとすごくしゃべるのが好きではあるんですけど、はいはい、一人しゃべりっていうよりもやっぱ誰かと会話することがすごい好きだったんですよ、はいはい、で、まあ、でも、2021年の秋くらいからそのラジオ番組で、はい、メインパーソナリティでグループのラジオなんですけど、ええ、させていただく機会があって、はい、その時に、まあ、ゲストさんとかもこう来ていただいてお話聞いたりすると、ええ、なんかアイドルってすごい毎回スポット当ててもらってたんだなって思うっていうか、なんかこう聞いていただけるじゃないですか、お話を、はいはいはい、聞く側に回るのってめっちゃ難しいなって思ったので、なんかそれにちゃんと聞いてこう受け止めることができて、やっとおしゃべりが一番好きって言えるんじゃないかなと思ったんですけど。いや、それが分かったのはすごく自分にとってそう大事ですよね、この仕事をしていて。うん、そうなんだ。なんか自分のこと喋るってなると、まあ、意外とこう8年もやってたらできるようにはまあ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 、まあ、どう、それでゲストの方が来られて、そういうような自分でね、うん、回していくようになってっていうので、めっちゃ難しかったですし、やっぱりなんか自分のこう放送回とか聞くようにはしてたんですけど、もうちょっと今回は聞けないかもしれないって思う回もありました。なんかあんまうまくできた印象がなくて、聞けないかもしれないと思う回とかもありながら、すごい楽しいなと思いました。より、いやでもちゃんと向き合ってますよね。うん、いやいやいや、そのなんか向き合い方が素敵ですね。いいっすねやっぱりグループでの MC でも、うん、まあね、みんなが突っ込んでくれ、メンバーが突っ込んでくれないだったとしても、はい、でも実践なさってるってことですもんね。それこそすごい思ったのが、ちょっと前まではこう MC 担当とか、はい、まあ、MC 担当になる前も結構やっぱ私が喋ってるっていう印象があって、はい、その自分が喋らなきゃだったんですけど、別に MC って自分が喋らなきゃいけないわけじゃないなって思って、なるほどなるほど、なんかいろんなメンバーに振りながら、はい、するようになったことで、なんか結構皆さんとも楽しく、お客さんも楽しんでいただけてるかなと思うし、なんか私もちょっと気持ちが楽になりました。あー、そうなんですね。喋んなきゃって思わなくていいんだって思いました。いや、でもおしゃべりが好きだっていうのは、なんか昔から印象があったんですけれども、はい、今ね、こうやって久しぶりに喋ってみてですけど、うん、またその喋る、喋ってる、ね、内容が何かすごくちゃんと考えてっていうか、うん、いいなんか見え方というか、いい会話ができるなと思って。ありがとうございます。いや、全然なんか昔よりも違うんだなっていうのが思いましたね。でも一つちょっと直さなきゃいけないなって思ってることがあって、あれなんですか、なんかこの話してる時に私どんどん先のこと考えちゃって、今話してる内容が何だったか分かんなくなる時があるんですよ。で、これ、で展開、あ、そうですか。そうなんですよ。で、まあ、お仕事とか今みたいにこう完全にこのことについて話してるってなると大丈夫なんです。大丈夫ですか。プライベート今も上の空で喋られたのかなと思って。これは今ちゃんと心から喋って、あ、大丈夫ですか、喋ってるんですけど、はい、たまにこうプライベートとかで友達とかそれこそ親とかと話してると、はい、私の頭がどんどん先に行っちゃって、全然話したい話したいことがいっぱい出てきちゃうので、ちょっとそれはちゃんと切り替えられるようにしなきゃな。でも全然そんな食ってる、ね、うん、まあ比較的僕もそっちの方なのでもうちょっと言いたい言いたいがすごいっちゃうんで。そうですね、はい、はい、5日後には何、パリにいるの。パリにいるみたいです。すごいね。この番組はイコヒメのとしかずさん、はたごさん、しばさん、けんちゃんさん、コッヒーさんの提供でお送りしました。ありがとうございました。